植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はスパティフィラムの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。スパティフィラムは多年草植物で白い花を咲かせる観葉植物です。植物栽培の初心者でも育てやすく、上品な姿から単位性があるため室内で育てるインテリア植物としても人気があります。それではよくある質問の一つ目です。土作りや植え付けに関して教えてください。スパティフィラムを栽培する土は通気性の良い腐食土壌が最適です。赤玉土と腐葉土を混ぜた土に川砂が少量入っているものが用土としておすすめです。初心者の方は市販の観葉植物用専用の用土もおすすめです。スパティフィラムは温暖気候で育つ植物なので、植え付け時期は暖かな時期の5月から7月頃が最適です。植え付けの際は苗より一回り大きな鉢を用意しましょう。またスパティフィラムは10度以下の温度環境の下では成長することができないため、四季のある日本の気候では地植えは避けて鉢植えで室内栽培がおすすめです。続いて2つ目のよくある質問です。日々の管理や水やりや肥料の与え方に関して教えてください。生育期の5月から9月は土の表面が乾いたら鉢底から染み出るぐらいに水を与えましょう。しかし鉢受け皿に水を溜めたままにするなどして鉢の中が常に湿りすぎた状態にしておくと枯れる原因になるので注意しましょう。秋以降は気温が低くなるので水やりを行う回数を少しずつ減らしていきましょう。スパティフィラムには置き肥が効果的です。緩効性肥料ブロミック観葉植物用がおすすめです。2ヶ月に1回の頻度を目安に肥料を与えましょう。続いて3つ目のよくある質問です。枯らさず丈夫に育てるコツを教えてください。スパティフィラムは成長とともに根も大きく育っていきます。2年ぐらい経つと小株が増えます。これは成長のサインで根が詰まってきています。一回り大きな鉢に植え替えすることでまたすくすくと成長させることができます。スパティフィラムは熱帯地方の植物なので気温が低いと枯れてしまいます。最低気温が約8度から15度以下の場合は室内で管理しましょう。最後にスパティフィラムの育て方の基本情報です。置き場所は直射日光を避け、日差しが穏やかな窓際のカーテン越しで管理しましょう。水やりは加湿が苦手なので、土が十分に乾いたら水を与えます。病害虫にはナメクジ、貝殻虫、肌荷が発生する場合があります。見つけたら殺虫剤の活用も。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。